変な味がする。添加物がいっぱい入ってるような味がしますね。
箸を木のスプーンにしちゃいました。一番スプーンでチョコを折ってね、冷えるとチョコが固くなるので柔らかくなってから折ってね。2番、見つけた組の点数をチェック。今日結構あったかかったから柔らかいかな。あ、そうでもなかったですね。では折ってみます。美味しいです。なんかさっきのがまずかったんで、すごく美味しく感じますね。ここにグミがあります。これです。なんだろうこれ、なんでしょうこれ。ないか、外れかな。食べてみます。してみます。出てきました。これもさっきと同じやつですね。黄色いのが見えてますね。ぐちゃぐちゃになってきました。取れない。
ですね。ちょっと食べてみます。オレンジ味なんで当たりですね。多分なんだかよくわからないので食べます。オレンジ味。当たりです。これチョコレートの量が結構多いですね。
かに。素材が入ってなかったですね。ではまずはビギナーの竿で釣ってみます。カニさん釣れました。いただきます。結構弾力があるソフトキャンディー。次はプロ仕様で釣ってみます。イカ。ビギナーよりこっちの方が簡単かも。釣れました。カニです。楽しいかも。と達人の竿でイルカを釣ってみます。取れました。